はい、ふとばやまです。今日は今日はですね、なんかよくわかんないんですけど事務所に呼ばれました。今日何するんですか？エマチャレンジ第2弾。エマチャレンジ第2弾、なんだこれ。でこのブルブルマシーンに乗っていただいて、はい、事務所の先輩の竹内ゆきさんに連絡をして、はい、竹内さんにこれ YouTube の企画でしょうと、はい、バレた場合は罰ゲームです。あ、わかりました。え、成功したら何ですか？お決まりのディズニーランドチケットを。次こそはちょっとやめて。ディズニーチケット頑張って、企画だとバレないように竹内さんに電話してみます。頑張ります。スタート。頑張ります。ちょっとね、今度ご飯食べに行こうって約束してたじゃないですか。うん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 。それでちょっと何食べに行こうかなとか、どこの店行こうかなっていう、うん、ちょっと決めたくってお電話したんですけど。うん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 。竹内さん、いつが何が食べたいとかありますか？うん、どうした？緊張しちゃって、なんか食べたくなっちゃってるんですけど。え、泣いてんの？いや、泣いてないです。大丈夫です。え、泣いてるでしょ。いや、なんかいや、そんなことないです。ちょっと緊張して涙声になっちゃってるだけで。泣いてはないよね。緊張しなくていいって。すいません、ありがとうございます。絶対泣いてる。え、何、どうしたのこれ。あ、全然気にしないでください。ないお店閉めましょう。うん、うん、うん、はい、え、今家？あ、そうです、そうです。本当？今、電話してます。違う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 。何してるの？いや、ちょっと今、うん、電話してるんですけど、ちょっと緊張してて。違うんだよ。今、なんかピッピ聞こえんだよね。今、洗濯しながらやってるんで。うん、あ、すいません。何、エマちゃんが今洗濯回されてるってこと？あ、そうなんです。今、自分で洗濯機回してて。洗濯機回されながら何食べるか聞く人いないでしょ。すいません、先輩なのに洗濯機回して。絶対おかしい。これ何今。いや、洗濯機回してます。これ違う、絶対おかしい。これおかしい。普通の電話じゃない。そんなことないです、そんなことないです。すいません。これなんかやってるでしょ、これ。いや、洗濯機です。え、これ普通の電話？はい。絶対おかしい、これあれでしょ。エマちゃんが今洗濯回されてるってこと？絶対おかしい、これあれでしょ。YouTube でしょ。いや、そんなことないです。いや、そんなことないです。絶対そう。おかしいもん。いや、急に洗濯機回してて、今洗濯機の上に手を置いてたら声が、うん、なんかすごい震えちゃって止まらない感じで、やばい。もうやめてあげて。はい。ねえ。すいません。ごめんなさい、本当。ちょっと今度から何もしてない時にちゃんと電話します。はい、うん、待ってる。はい。
るから。じゃあ、食べたい食べ物叫んでみて。食べたい食べ物ですか。うん。ピザー。食べたいです。何何、ピザが食べたいです。ピザです。ねえ、怖いんだけど。すいません、ね、これはい、ふたまさん罰ゲームです。いやー、罰ゲームが罰ゲームで、あ、すごい、ごめんなさい、たけしさん、ほら、すいません、罰ゲームだよ、罰ゲーム。あー、これちょっとブルブルマシーンの上で、うん、声をあの ブルブル震わせないように電話をたけしさんとしたらディズニーランドに連れてってもらえるっていうあれだったんですけど、最初はごまかせると思ってたら全然ごまかせなかったっていうやつです、うん、あの本当にやばいことしてる子かと思った、はい、すいません、残念だったね。いや、でもすいません、なんか付き合ってくださってありがとうございました。ディズニーランド行けるように頑張ります。はい、さっきねエマチャレンジ挑戦したんですけど失敗してしまったので、今からバズゲームを受けたいと思います。何でしょう、今日の罰ゲームは。苦い水を。苦い水飲んでください。センブリとかじゃなくて苦い水ですか。はい、今からじゃあちょっとね、よくわからないんですけど、絶対の知れないものですが、苦いとか漢字わかんないですけどね、ただの白い液体って感じですけど、苦いんですね。苦いくて白い液体、わかりました。じゃあ飲んでいきたいと思います。苦いのかな。あ、苦っ、苦い、本当に苦い、これは。ちょっとお水もらってもいいですか。ありがとうございます、いただきます。いや、なんだこれ、すごい甘いよ。何これ、苦いのと甘いのと、え、何これ、ちょっとごめんなさい、気持ち悪くなってきた。これ全部飲まないとダメってやつですか。飲みます。ちょっと匂いがやばい、ちょっと想像しただけで気持ち悪くなってくる。ちょっと待って、ちゃんと会員しました。苦いのは本当に苦かったし、甘いのはわけわかんないぐらい甘かったです。なんだろう、これ伝わらないですよね。以上、こんな感じでチャンネル登録知ってね、チャンネル登録知ってね。